中国上海のある美術館が、某大学キャンパス内を歩く女子大生およそ5000人を無断撮影し、外見をランク付けして順位を記載し展示。これが物議を醸し結局、展示会が中止となり、韓国でも話題となっている。韓国メディア国民日報などによると、上海のある有名現代美術館の一つ OCT 上海は中国の芸術家の作品展示を中断し、関連の展示会場を一時閉鎖とした。問題となった作品は、宗沢氏が2013年に制作したとされる約8時間の映像で、作品名はキャンパス花。宗沢氏はこの作品で、キャンパス内を歩く女子大生を隠し撮りし、その後、外見にランク付けして写真下に順位を記載した。この映像に登場する女子大生は5000人に達し、この女子大生らをランク付けするために評価団として3人を雇っていたと伝えられている。国民日報によると、宗沢氏はインタビューで外見の順位は慎重にランク付けし、不細工な女性は許されるブスと許されないブスに分類したと言及していたという。問題視する声が広がると、美術館 OCT 側は即刻展示を中断。美術館の関係者は広範囲な批判を受けた後、すぐに作品の内容と作家の意図を確認した結果、作品に女性を馬鹿にするような要素があると判断したとし、撮影方式も肖像権侵害の要素があると指摘。また私たち美術館で、この作品を展示することで不快な思いをした観客の方々に心よりお詫び申し上げるとして OCT 上海は、この作品を展示から撤退させ、関連の展示会場を臨時閉鎖する決定を下したと伝えた。